復元寺は、福岡県柳川市欧州町にある大幕州の寺院。江戸時代の柳川藩主か立花氏の国元の菩提寺であった。三号は、梅竹山。東急は別格。自覚は、海道地。本尊は、釈迦如来。梅竹寺が、立花氏の柳川遺伝に随伴して移り、改名、改修した寺院である。江戸時代は、柳川藩の寺院筆頭であった。 大爆衆改修前の名称は花谷山神宮寺、梅学寺公用院。大日本人総欄では、遠方二年総研、立花忠重義会期、鉄文和紹介さんとなっており、大爆衆への改修年をもって、総研年としている。日本歴七名大形四十一では、大爆衆改修をもって中高、都次関連が、梅竹寺公用院と改名させたのを、総研としている。 大日本人総乱の梅竹寺の項目によると、県中2年に花谷山神宮寺として立花村に創建され、天正3年にのまま母である陽光院が埋葬されると、立花山陽光院と改称して、と時間連が、会期、伊王寺町安全寺が解散となる。立花宗しが柳川に転覆されると一緒に、柳川に移った立花山陽光院が改称したものが、 復元寺であるとし、立花村の立花山陽公園旧跡に黒田綱政の性質で、立花忠重の娘である心空院が再建させた寺が現在の梅竹寺であるとしている。なお、当初は相当修寺院であった、天正十五年柳川に移る、慶長五年の関ヶ原の戦いで、 立花氏が海域となり、代わって田中義政が藩主となると、復元寺は破却され、家臣の屋敷となる。その後、田中氏が無ぐ断絶で海域となり、現夜6年に宋茂が柳川藩に復帰すると再建され、柳川藩しか立花家の菩提寺に定められる。現在も宋茂と正室立花千代の墓が同時に建てられている。 万治三年の内容とされる、忠重公三代の文言帳に、高桃石下棚町村梅竹寺とあり、この梅竹寺は、後の復元寺を指す。漢文九年に、藩主、立花忠しは、大幕州元山万福寺の二世十字目庵小桃の法廷である、鉄分道里氏を招き、梅竹山復元寺と改称の上、総当宗から大幕州に改修させる。以降、 柳川藩主か立花氏の菩提寺として、代々の藩主及びその一族が埋葬、またはその位牌安置される寺院となる。遠方2年に、大幕州として解散。遠方9年鳥戸七行鳥無足淵方ともに、高桃石五合力米七十九国にと復元寺と、ある。また、南地区名欄に、寺寮三百国とある。ありがとうございます。